パヤオ県はタイ、北部の県の一つ。ナーン県、ブレイ県、ラムパーン県、チエンラーイ県と接し、ラオスとも国境を接する。市内はクワーンパヤオ湖のほとりにあり、ルワン山、クンメイファート山、クンメイタム山などの高い山々に囲まれている。パヤオは歴史上しばしば繰り返されたように、雲南方面の民族がタイに南下してくる際、 最初に到達する大型の盆地である。土地が肥沃で風光が穏やかであるため、ラーオ族やヤオ族など多くの民族がこの地に足跡を残した。1096年には、チョウムタム王によってパヤオ王国が建国された。これは小規模な無案であったが、タイ族の歴史上で最初期に属する国であり、一般にタイ史上最初の国家とされる、 スコータイ王国の建国よりも一世紀半近く先行する。13世紀にはパヤ王国の中高の英主とされるナムムアン王がチエンマイのラーンナー大王朝のマンラー王やスコータイ王国のラームカム平安大王と同盟してその勢力を確立した。この同盟の経緯は多分に伝説的な物語として伝えられているが実際には当時すでに大理国やパガン王朝を征服し 雲南ビルマ方面からタイを伺っていたモンゴル帝国の信仰に備えたものと言われる。ガムムア王の時代に、パヤ王国は北東に向かって勢力を拡張し、王国の歴史上最大の半島を築いた。しかしこの三王の名役は王たちの個人的な信頼関係に基づくものであり、王たちが世を去るとともに実質的な意味を失った。ガムムア王の死後、パヤ王には、 周辺諸国の侵攻が繰り返され、王国は次第に衰退へと向かった。1338年には、ラーンナー隊の続国とされた上、その後ビルマのタウングー王朝の軍に占領されて、パヤオの町は廃墟と化した。1865年から1890年にかけて法戦争の戦場となった。近代に入り、1897年に、 チエンライ県の領域となったが、1977年8月28日に県として独立した。パヤオは、かつて、大全国でも最も貧しい県の一つであったが、現在では改善されつつある。また県内には、ヤオ族やモン族などの少数民族が多く居住し、彼らの多くは、社会的に困難な境遇にある場合が多い。十数年前までは、 こうした背景によりパヤオの貧困イメージを強める要因となっていた。パヤオ在住の大人と少数民族の実態が区別されずに語られることも多々あったため、パヤオ自体のイメージがきちんと確立されずにいた傾向がある。パヤオは大有数のこととして、また風光明媚な湖に面する点からも観光地としての潜在的な価値があるため、少数民族の経済状況、 生活状況は次第に改善されてゆく可能性がある。なおパヤオは日大量国共同の貧困対策キャンペーンの対象となっているほか、YMCA をはじめ多くの NGO 団体が少数民族の支援や人身売買撲滅などの活動を行っている。県庁パヤオ県は9の軍に分かれ、その下に68の町と632の村がある。 ありがとうございます。